結構みんな気遣い合ってるんだけどさ、会社なんて本当はあんたあれじゃないの、仲は良かったんじゃないの私たちの仕事の方が、あのみんな個人個人の仕事がさ、やっぱりね、忙しくなるってこともあるけど、悪くはないですよね。じゃあよくもないみたいな。いやもともとね、ドラっていうのは結成という感じで始まったんじゃなくて、本当にこの夜も一生懸命でハプニング的に、まあ、冗談みたいにして始まってしまったんで、あんまり上々しく解散っていう感じでもないんですけれども、とりあえず、40周年のキャンペーンを手伝わせていただいたんで、今年いっぱいでこの40周年のキャンペーンが日本テレビ終わりますので、私たちも綺麗に解散です。じゃない、一番最初は1回きりだったわけ。そうです、この感じだったんですね。もう本当に短期間で日本テレビの顔になっちゃいましたもんね、この3人はね。そういうふうに言っていただけると、ね、それはかなりやっぱり役割果たしてるんだよ。でもこれが別にドラ手当ぐらいもらったっていいと思うよ。そういうのがないですね、ないだろ。基本的に社員ですから、まあそうだよね、給料変わらない。3人にとっては非常にいい思い出、いい体験にもなったけど、そりゃあもう、他では体験できないようなことを随分させていただきましたし、子供ができた時にやっぱり自慢できますよね。でもアナウンサーとしての幅も多少広がったと思うんですね。思う？あ、ポッと目を閉じると浮かぶ楽しかった思い出とか、鮮烈な思い出って言いますと、どんなことがある？楽しかったというか嬉しかったのは、3人でドラで、夜も一生懸命ザ・エンターテインメントに出させていただいた時に、スタッフ用のお弁当じゃなくて、出演者用のお弁当だったんですよ。それで、もう3人で、出演者用のお弁当だよって言って、で、ヤブモトがお茶入れてくれて、で、3人で食べたのがすごく美味しかった。美味しかった。夜中食べたんですよね。食券なしで食べられた弁当だってことね。スーパージョッキーに3人で来たんですよね。ネットコマーシャルの宣伝に。それでありましたね。私が当たってしまって、はい。ネット風呂に、ネット風呂に、もうこれもドラをやっていなければ絶対入ることはなかったと思うんですけど、スーパージョッキーで、スーパージョッキーで23秒私入らせていただいて、ネット風呂に入ったってことよりも水着になったってことがすごいなと思ってさ、それ以前はやっぱりね、日本テレビのアナウンサーの歴史の中でないと思うよね。ね、長橋さん、あれ雑だったかしら、これだったかしら、ほらリハーサルの時にさ、あなた泣いたじゃないの。あ、すっごいあれが印象的だったの。雑宴会テーメントでリハーサルで、宴会テーメントの失敗したのに、アナウンサーである私たちがリハーサルの進行を遅らせちゃいけないってすごく思ってたんですけれども、私たちがたまたま失敗してやり直しになっちゃったんですよね、大きな流れの中で、もう初めからやり直しになっちゃったんで、申し訳ないと思って。あ、そうだった。それで2人がね、一生懸命こうね、先輩を、そうなのよ、 あのシーンがね、とってもね、私ね、もうずっと残っててね、結構責任感強いからな、美奈子はな。でも美香さん、よくね、女性はほら見られれば見られるほどこう美しくなっていくっていうけども、このやっぱり1年半の中でやっぱ彼女たち輝きみたいなものがこう出てきたって、やっぱり自信に満ち溢れてるわね今、一番やっぱり今すごく輝いてるわよ。彼にも言われんだろ、そういうこと。え、美奈子はどう、聞いたことないけど、いるの恋人とか。そういうクミスさん、この番組が始まって初めて私にそういうこと聞きました。そうだ、他の2人にはあれだけ突っ込んどいて、私には一言も結婚の手の字も触れなかった。あ、悪い悪い悪い。どうなの。だからそういうことですよ。そういうことなの。すいません。ヤブちゃんも言われるよな、きっとな。いろんな人に言われますね。確かに。でもそろそろ結婚意識してる、する頃じゃないんですか。そうだよね。アナウンサーやってもう結婚なさって、またそのお仕事は続けられるんでしょ。やっぱり私は温かい家庭にすごい憧れを持ってるんでね、で、まあ、母親がそうだったんですけど、亡くなったんですけどね、家庭の中ですごく対応的にすごい明るい存在だったんで、自分も将来はそういう家庭を持ちたいなと思ってるんで、でも今の仕事もすごく好きなんで、やっぱり両立したいなって強く思いますけどね。僕はね、三田さんね、まあ、こんなことを話すと米森さんに嫌がるかもしれないけれども、彼女のお母さんちょっとね、長いことを患ってらして、彼女がやっぱりアナウンサーとしてこれだけキラキラどんどん輝いていくという、その姿をね、本当に分からずに他界されてしまったっていうことがね、本当に残念だなと思うんだけれども、
でもまあ喜んでるよな今きっとな。そうですね、お母さんもな、亡くなった後にすぐドラがあったんで、うん、もしその逆の、うん、逆だったら多分明るくドラをできなかったと思うんですけど、うん、そうだね、すごく良かったですね、うん、そういう意味では、うん、美奈子ちゃんはあの長井工務店は何か影響ありましたか唐突ですけど、家業の方で、家業の方で受注が多くなったからあると良かったんですけどね、うん、藪本院はどうですか、藪本院ですか、あんまり受注というか患者さん増えてもしょうがないんですそうですよね藪本さん医者なの、そうなんですよ、好きなんだけど名前変えた方がいいよねでもあれ物の方によるとなんか藪医者っていうのはもともとは名医のことなんですね、そうらしいね、うんうんうん、よかったね、そうなんですよ、それがいつの間にかね、うん、この誤解されて伝わってますけども、うん、赤花さんみたいな存在だったんですよね、うん、赤ひげだよ赤花はトナカイだろうな